党候補、稲荷で進める必勝の決意表明を行います。それでは名越町候補、稲荷で進む、よろしくお願いいたします。答えを出して、山手に帰りましょう。
私はこの4年間、市民の目線、市民生活が第一、そして公正公平を前面にきちっと説明責任が取れる行政の運営の在り方ということを実践してまいりました。そのことで予算も増えたし、調整基金も増えたし、建設業費だって増えました。子育て支援も教育環境の整備も、強い農業、元気な農業を推進する独自産業とも、それから観光の推進、振興も強く進めてまいります。我が沖縄県は観光立県を前面に打ち出しております。今辺野古にあの水圏が作られると、そこからオスプレイがブン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 私たちの頭の上を飛び交います。これがうちの口出入りをアーケードだったらいいですよ。今度が飛び込むんだったらいいですよ。今落ちるかもしれない、そう思うまた散らすところに観光客が来ますか。もう二度と沖縄名古屋んばるには行きたくない、そういうことになっちゃうんですよ。皆さん、観光立県を自ら行った中山県知事は、沖縄の自然を潰して軍事基地を作ろうとしているんです。全く言ってることと